こんにちは、本国でのティアリストを見ていきましょう。今回は変更点と上里綾とのティア確認するだけ。一応軽い見方ですが、左からメインアタッカー、サブアタッカー、バフデバフ、シールド回復です。キャラの右上の数字は推奨突数です。以上です。まず、上里綾とのティアですが、アタッカー部門の T1。タルタリアと同じランクに位置づけですね。個人的にはバランスの良いキャラという印象なので。T0、最上位ではないかなって思っていたので納得です。アヤトの性能に関しては、別動画で出しているのでそちらを参照ください。ここから前回との変更点を見ていきます。1、八重美子が福祉の T2 に降格。前回よりもサブアタッカーとしての評価を下げました。これにより、ティアリストでは北斗とフィッシュルと八重が並んだことになります。無凸時の評価なので、自分も無凸なので言わせてもらうと。まあ、上位サブアタッカーではないよね、って感じはしましたね。カンウモナカズハールベドウェンティには、匹敵しないだろうね。一応再修正されますが、タイタン対相手なら、ギリ匹敵するかもですけどね。自分はカラクリ陣形の分裂で落雷のヒットが散らばってるのにクッソイライラしてたので、修正後の方が個人的には好みでした、というこれまでの八重美子修正関連の動画で話していた、ことを今補足します。とりあえず、目線としては景品法提示問題だっけ、それとは別目線って感じでした。また、根拠というわけではないんですが、自分の投稿した八重美子の解説動画はすべて、敵単体を対象とした編成が多いことを動画履歴から確認できるかな？とりあえず無凸前提の話ですけどね。二陣の福祉サブアタッカー適性を T3 に下げました。はい、陣のサブアタッカーとしての評価が下がりました。サンファイア有効で上がるかと思いきや、逆に下がるんだね。これはどうなんだろう、T2 でいい気はした。ただ、サンファイアはベネット必須の編成であるし、陣単体で火力が出るかと言われたら、微妙な感じはするから、下がったという感じでしょうか。単体で見れば微妙って感じかな、編成で見れば変わるけど。三刺激モのサポート適正、右から2番目の列、お手に上昇。はい、刺激モくんの評価が上がりました。これは、今回の螺旋のアビスゴリ押しが関係してるかもですね。に突すれば、元素スキル範囲内の元素スキル爆発のクールタイム 15% 減少。また、どのキャラにも氷付与することができ、本人の氷元素付与と氷砕きで、アビスの使徒撃流相手にアドバンテージを取ることができるキャラですね。あと、アヤトの実装も評価に関係しているんだろうか、無凸でもスキル内の攻撃速度 8% 上げられますし。4北斗のメインアタッカー適性を削除しました。まあ、北斗メインアタッカーの時代は終わったよね。爆発を使って、サブアタッカーしてもろて。一応個人的な考え方では、通常を振らなかったりスキルと爆発だけ打つキャラは、サブアタッカーだよねって感じ。さすがに北斗の爆発中に北斗で殴ってる人はもういないでしょ。まあ、こだわりがある人や序盤とかはともかく、ある程度キャラが揃って、ゲームを理解してる人はしないでしょう。コシャンリンのメインアタッカー適性を削除しました。これもそうだね、シャンリンで殴る人はいないね。ルゲツつけて殴るとしても、勝利先生の方がいいよねって感じはする。ちなみに自分はシャンリントリプルクラウンしてます。だから何って感じだけど、言いたかったので言ってみた。とりあえずシャンリンをずっと表に出して殴ってる人はほぼ見たことないね。6個込みのサブアタッカー適性を削除、メインアタッカー適性へ変更。一応爆発中はずっと通常銃撃する都合上、そういうことなんだろうか。まあ、ここみで殴る時間はサブアタッカーというよりもメインアタッカーくらい。時間かかるからね、ということなんでしょう。ちなみに、クラゲによる水付与は別枠です。7深淵の福祉サブアタッカー適性を削除。これはそうだね、爆発火力、スキル継続火力だけっていう運用はナンセンスだ。まあ、物理バフとかを考えるといいんでしょうけど、脳死でサブアタッカーって編成することはないね。マジで爆発火力低すぎるんじゃ。あ、ちゃんと深淵は育成して以前に動画を出しています。未育成で言ってるわけではありません。8勝利先生を増益補助、バフデバフの枠から削除。これはどうなんでしょうか、唯一の岩耐性ダウンを持っているので。増益補助にいてもいいとは思うんですが、生存補助に統合という感じでしょうか。
正ダウンメインで運用することはないという考え方なのかな。でも、ショート編成するときとかも貴重な風耐性ダウンとしてもありそうだけど、これは自分はよくわかりませんな。救援士の推奨突数を2突に変更。はい、キャラアイコンの右上に数字があると思うんですが、それが推奨突数？最低突数となっております。前何突だったか覚えてないけど、とりあえず2突推奨。ちなみに2突効果は、煙火の銃撃が HP50% 未満の敵に対して、会心率 20% です。炎火はやつなん休まねえ。中刺激モノサブアタッカー適正の突数を6突に変更。はい、まあそうでしょうね。しげくもくんは貫突で火力が大きく伸びるからね、仕方ないね。しげくも2突からずっと使っていたんですが、貫突すればダメージ伸びすぎわろたってなりましたね。ちなみに貫突すれば、爆発の剣が1本増えます。11五郎の推奨突数を6突に変更。まあそうなるよね、九条と同じ土俵なら貫突推奨でしょう。五郎貫突はマジでやばいね、今回の螺旋12層、上面岩場でいけたしね。とりあえず、九条と突数を揃えたって感じかなってことで。12リサとガイアの福祉、サブアタッカー適性を無突に修正。今まで1突だったんだっけ、まあセキュロスキ師団は突で書かれるとわかりづらいというか。そもそも突自体が難しいので、無突で書いてくれる方が嬉しいですね。参考にしにくいという声があったんかな。まあ、無突でいいと思います。13トーマを増益補助に追加、推奨突数は6突。はい、トーマの推奨が追加？トーマは貫突で。烈焔侍率シールドを獲得または更新したとき、チーム全員の通常攻撃、銃撃及び落下攻撃ダメージ 15%、継続時間6秒。というのが獲得できますからね、増益補助にいてもおかしくない。T さんなのを見る感じ、一応追加しましたって感じなのかな。まあ、貫突で増える能力だからね、追加したんでしょう。ということで、そんな感じでした。まあ、毎回見ていってまた雷電のこと話してるよ。ってできるだけしたくない謎のこだわりがあるんで。ティアリストの動画は、前回と比較していって感じのことをメインにする予定です。皆さん的にはこのティアリストはいかがだったでしょうか？特に変更点について感想がある方はコメントよろしくお願いします。ということで今回の動画を終わろうと思います。概要欄に元へのリンクを貼ってあるので。気になった方、動画では見たい部分が見えなかった方は、ぜひそちらへ。2.7 ではどのように変化していくのか、今から楽しみですね。さようなら。